全然違うでしょ。いや、まず右手か左手か。そう。とりあえずこれだとこれがブレーキ、これがアクセル。今まで左手でアクセルブレーキして右手でハンドル回してたから、今もう逆利きになったわけですよ。もうなん理由なれば、もうこの28にして左利きに転向しますぐらいのぐらいの難しさ。でも慣れればこのアクセルだってさ、絶対間違いない。そう、いわゆる踏み間違いっていうものが生じなくなる。すごいですね。だって回すとアクセルだし、押すとブレーキしかないから、でもこう押したままで回したとてブレーキかかってるから、そっか、危ないって危ないってやなければ、やっぱりクーラーをつけると、エンジンの空気を
から我慢しないといけないっていうのもあるけど、急にそれやるとほら熱中症で死んじゃうけども、俺はほらもうずっとレースでやってるから慣れてるし、トレーニングしてるからそれでも問題ないんだけど、急にそれを他の人がやる、自分とかやっちゃうと、はい、もう終了ですって言って、そうですね、仮面女子のライブ行かせてもらいます。サイリウムの黄色で、はい、ありがとうございます。